ばんは。なんかゴミがついてます。よいしょ。髪の毛切りたい。やっぱ邪魔なんだよね、これめっちゃ。取る。時間を知らせてくれるから最近親切ですね。でしょ？お、ロプリバさん久しぶりです。最近みんながさ、なんか時間がわからんとか。寝れんって言うから知らせてあげてるの。 上から。こんばんは。あすみお誕生日おめでとう。ハッピーハッピーバースデーおめでとう。本当にさ、カラオケ使えないのがさ、絶対使えないな。ちょっと使ってみよう。絶対使えないと思うけど、ちょっとやってみますね。カホと近いんだね。なめてもくる。いけた。お、あ、あ、い、う、え、お、あ、あ。おお。マジなんだ。授業終わる、ベルが鳴った。不意に君を目隠しして、思いはさず腕を掴んで連れ去る体育館。バスケットボールゴールあたり、不安そうに君は立たされ、何するのって聞かれたけど焦らして答えない。クラスメイトが集まって準備したのさ、こっそりアイマスクを外していい。それが合図だ、みんな一緒に鳴らすクラッカー。3、2、1、0。ハッピーハッピーバースデー。ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ。君のためのパーティー始めよう。ハッピーハッピーバースデー。作戦は大成功。誕生日覚えてたのさ。この大勢の友達が歌ってる。君の頬に涙サプライズ。おめでとうございます。カラオケなんか一瞬ちょっと壊れたかと思ったけど、いけた。絶対ついた。やばい。歌うまくなった？嬉しいな。よいしょ。あ、ちょっと前。ストレートアイロン実家に忘れてきたんだけど、ほんまに最悪だ。
え、すんわりでさ、ボサボサ。誕生日おめでとうございます。今日はボイトレの日でした。なかなか貴重なレッスンでしたね。せっかく復帰したからさ、カラオケなんか歌おうかな。歌える曲あるかな。そんなに増えてないんですけどね、歌える曲。アジサイも飾ってあるし、あれにしようか。アジサイも、ん？泣いていた？咲いていた？なんだっけその歌。あ、テモデモ？テモデモ？テモデモ？あ、やばい。いちいち切れるんだけど、待って、カラオケできなくなったかもしれない。あ、できなくなった。わ、まさかのあの1回だけ。カラオケできなくなった。硬い。奇跡の1回できなくなった。また。まさかの画面が暗い。さっきできたのにね。だからイヤホンは悪くないって。カハタル、まもなく誕生日ありがとう。すごい。こんばんは。こんばんは。カラオケね、使えなくなった。一回歌ったら。お仕事お疲れ様です。なんかちょっと暗いな。誕生日に何かしたいことありますか？誕生日に何かしたいこと？うん？別に何にもないな。誕生日に何かしたいこと？何にもなさすぎて。バイバイ。今日の夕食はでも瀬戸キッチンに載せるためにあるものを作りました。買ってきました。明日作ろうと思います。メンバーと誕生日パーティーもしないですよ。
誕生日、なんかあんまり決めてないですけどね。明日が 30? 今日何日？今日30日もしかして。明日31日か。ケーキ作らないの？ケーキも作らないな。ごまんたる。早っ、あと2日？お寿司？なんかあんま考えてないな。美味しいもの食べようともあんまり思ってない。普通の日。明日か公演の当選が分かるの。みんなドキドキだね。ケーキは食べますか？僕に予定は決めてないな。こんばんたる。どうも。助かるよ、レグス。あ、でも今日なんかプレゼント届いたの見ました。じゃあせっかく取りに行ったのにさ、レッスン場に置いてきたんだけど。残虐。ケーキの中で何が好き？モンブランは神。ラララララララ。ビート。何が好きだろうね。チョコかな。タルトかな。ショートケーキはね、食べない。マンブランの神。いや本当に、いや今欲しいのあれかもしれない、アイロン、ストレートアイロン。本当に実家に置いてきちゃった、絶対いるやつ。もういいや。チーズケーキ美味しいよね。あー、チーズケーキ、好き。電化製品はね、ダメだよ。モンブラン私も大好きだよ。バンです。今日はレッスンめっちゃ頑張った。待ち時間が結構あったんだよね。今日はめっちゃレッスンやった。足踏みのミシンならプレゼント。いや、もうミシンは持ってるんでね、大丈夫です。ごめんね。最近タピカツしてる。あ、タピカツいいな。だってもうこんな時間あんだよ。早いな。あ、いちごありがとう。あゆみんからカホタルトのツーショット来たよ。あ、そうそう、今日は一緒にいました。
れな。どんちょぼよわりあれあなりのだらだらだれだらだらい待ちぶせていた。ちょ待って、本当にさ、もしかするとイヤホンが悪いのかな。いやそんなことないはず。待ちぶせ脱目の路地下を向いたら、後ろにゴジラが出ていた。どういうこと？なんで一回だけできた。いや分からない。カホにもやってみますね。あ待ってきた、いけた。あ無理だ、無理ですね。落ちたね。無理だね。なんでだろうね。な、奇跡の1回でしたね、さっきの。すごっ。なんでだろう、なんでなの、ななななな、なんでだろう。かゆい。スマホがダメなのかもしれないね、もはや。かゆいのかゆいの。なんかいいことないかな。なんかさ、みんなの携帯でさ、なんかアクティビティがなんちゃらアクティビティ、なんか SIM が入、なんかずっと前から使えてた携帯が使えなくなったんですよ。でなんか SIM 入ってないんですけど、一応 LINE はでき、 Wi-Fi 繋いでたら LINE はできたし、ショールもできたし、写真とか見れたんですけど、なんか急にアクティビティが接続されてませんみたいなこと言ってきて、急になんか入れなくなったんですよね。だから写真過去のやつ全然見れなくって、最悪なんだけど、どうやったら治るんかな。ずっと使えてたのに、なんか急に。あ、アクティベート、それアクティベート的な、そうそれ。アップル会社に電話しないといけない。ドコモに持ってったけどね、無理だった。アクティベートがなんたらかんたらって、アップルに電話して明日してみよう。アクティベートかな、アクティベートかな、アクティビティ、アクティベートかな、どっちだ。
俺もえやっぱりなんかもう本当に最悪。いや前の写真が入ってるんだよ本当に。結果は成功しましたけど、そのどうやって直したか教えてください。よければ。シムないんだよ。もうシムって1個しか使えないんだけど、こっちのこの携帯に入ってるからもうシムないんですよね。1個しか。パソコンに繋がないとできないのかな。有金モバイル、有金モバイルって何ですか。バックアップ、バックアップってしちゃうのかな。わざわざパソコンに繋ぐことはなかったんですけどね。どうしたら治るの、わからない。みんな入力する画面出る出る出る。ハローかこんにちはから始まり、パスワード入れてで Wi-Fi つないでするんですけど、アクティベートかなんちゃらかんちゃらみたいな。なんで急にそうなったのって。iOS を最新のにアップ。ん iOS って何。アップデート iOS って何。だるま100個ありがとう。とりあえず連絡してみよう。iPhone アクティベートで検索する。それ検索でもねできないんだよ。もうやってるんだけど。アップデートどうやって iPhone の OS どうやってやるかわからない。全然本当に悲しい。もう電話するしかない。電話してみよう。いや福ちゃんの信頼度高すぎやろ。いや福ちゃんでも分かんないと思うよ、その iPhone のことは。お母さん、こんばんは。エディオのアップルに持って行ってください。そうだね、アップル持ってこう。もう本当に、なんで急に。写真が見れないし、過去の LINE の連絡先もね全部なんかできないんです。そう結構重要本当に。母ちゃんアクティベーションエラーじゃない。福ちゃんイコールエディオの店員さん。福ちゃんエディオの店員さんだったの。母ちゃんアクティベーションアクティベーションか、それだそれ。分からんけど、設定、設定までがいけないの、そもそもが。設定のアイコンだからその画面が開けないんだよ。あ本当に
明日スチューデンツか。明日スチューデンツなの？全然知らないんだけど。明日スチューデンツなんだ。エカフ出るのかな何もしないで明日持っていくの、ほんまにそれな。あ、そうだね、もう電話しよう。うん、我慢が固まっちゃってます。もういつ放送なのかも全然わかんない。いつ放送なんだろうね、妹相撲だけど。いつ放送なの本当に。うん、出中前日は明日おきちゃんが日着。あー、じゃあ多分出るのかな。明日の出中前日はカハドルして、あ、出るんだ。なんでみんなのが知ってるんだろう。出中前日関西で、愛媛ではスチューデンツ火曜日まで我慢やって。そう、近々寝るから毎週見て。近々その出演もさ、言っていいか分からんからね、そもそもが。明日だってスチューデンツ出ます、見てね。広島と山口と徳島、明日スチューデンツフォース。すんごく詳しい。虹列セトリップは出ない、今の時代はネットで見れるって。見る見るって。こんばんは。受験終わったら会いに行っていいですかって。ぜひ。中熱のホームページに載ってるね。え、そうなんだ、全然知らない。こんばんは。見ないじゃない、出ないですね。ブログ明日、ブログ明日ですね。明日誕生日の天才ハッピーは昨日焼肉に来ました。こんばんみ、59ハタル、ありがとうございます。修理になったらアップライドとかが安くて早い。ちょっととりあえず電話してみよう。え、ブログ楽しみ。みんなどんな内容のブログが好き？なんか結構個性出てますよね、ブログ。カフはもう最近あったことをブログに載せてる感じですけど、え、そのね、なんかね、あゆみんとお出かけ、なんか公式って感じのブログを書いてるかな。誰々とどこどこ行ったよー、もう本当に何もなければ書くけどね。イベントの裏話とか。あー、なるほどね。裏話ってなんだろうね。ならギブアップ。なんで思いが書いてあるのが印象に残ってる。マーシャの公演メンバーだったらよかった。あるよ、日常生活のことでありました。
屋エピソード、楽屋エピソード、あ、なんかまひちゃんがね、あ、なんか面白いのあった一個。まひちゃんが靴下をなくしたって言い出して、全部終わってからミニライブが終わって靴下なくした、靴下がないって言ってるからさ、みんなで探したんですよ靴下を。そしたらさ、何すごい、あの自分で衣装のジップロックがあるんですけど、衣装入ってる靴下とかいろいろ入ってるジップロックがあるんですけど、アクセサリーとか、目が痛い、そう、その中に自分の靴下しまってて、でキャリーで、その衣装が入ってるキャリーボックスにしまってて、そこにあったっていうね。目痛い、靴下あるやんってなりました。目が痛い、なんだか。自分で靴下をねそこにしまっておいて、靴下がないないって言ってながら、あるやんってなった。そういうの結構まひちゃん多いんですよね。ちょっと天然エピソードでした。うん、そういう今まりなくてめっちゃ探したのに結局なんか自分でしまってたっていう天然エピソード。でした。カートルの小さい頃の話とか、小さい頃、漠然、小さい頃の話ですか。そう、小学校まではね、お尻まで髪の毛がありましたよ。めっちゃ長かった。こんばんは。ちょっと髪の毛切りたくなってきたな、またなんか。ユニバ行ったことあるよ、もともと長かった。疲れちゃう、なんか目が痛いんだよね今めっちゃ。なんでそんな長くしてたかって質問もあるようなブログだと私は読んでみたい。なんでそんな長くしてたか、自分の親がですね、長い髪でいろいろなんか結んでみたかったらしいです。なんかいろいろやってましたね。でもカフ的にはですね、めっちゃ短いのが好きか、ロングで巻きたいかな。
ちょっと行ってくる。浮気って書いてあるじゃん。おいおい、どこ行くんや。ちょっと浮気行ってきてもいいけど帰ってくるんやで。長い方が好きか、たらが短いときつく見える。きつく見える、本当？長い方が好き。太田ゆいりちゃんと話したことある、あ、話したことありますね、総選挙の時に。はい。ぶっちゃけ似合ってればそれでいいねって。あやめに頼まれてた。浮気はねするものだと思ってるけど、帰ってきたらいいよ。帰ってきてね。三つ編みはねマジで無理。無理。総選挙の時に話したことあるんですね。いいな。話しましたね。覚えてるかわからないですが、カフは覚えてます。そこでだって長さが足んないんだもん、本当に。変わったらあなたの思い出の中にいるの、あなたの浮気はします。 DD 浮気症の塊って。トムさんの手数ができ て, のできて、また来てねって言われて、そんな孫でさくだからいけない。いや孫じゃないよ、もう無理って感じだから。ちょっと気持ちがこもって、だって長さ的に無理なんだもん。無理なものはもうねできないんですよ。できる長さだったらいいんだけどね。あゆみの辛いイカ食べたよ。めっちゃ辛かったけど美味しかった。でも顎が疲れたからね。ごめんなさい。なんかまたメイクさんにやってもらえる時があったらやりますね。視野に入れときます。ありがとう。あゆみの辛いイカ、うん、イカ食べた。どうしなかった。辛いの強い。辛いのめっちゃ好き。気が向いて伸ばしたくなったらで、伸ばしたくなるかな。だからカハタルとアミのシャミが来ると嬉しい。当たり目なの。顎なんかね、顎痛くなる。三つ編みセーラー無理そうですね。絶対やらないね、ごめんね。三つ編みセーラーもねきついよ。そんな年じゃないから考えて、本当に。それまで待てた。なんか仕事とかで制服着るときあったら、やるかな。いや分かんない。三つ編みセーラーはやんないかな。麻婆豆腐と比較するとどっちが辛い。何の麻婆豆腐ですか。絶対に。じゃあセーラー服で夕焼けの河原で自転車二人乗りは。やってみたい、やってみたい。可能性はあるということで、まあ 0.1% ぐらいは。何ピエンって、さっきからチョコレートは好きですよ。お疲れ様です。絶対に癒し、みんなの希望だから。え、そんなに見たい。ゼロじゃなければ。セーラー服、セーラー服
どんなセーラー服ですか。でもさ、セーラー服ってさ、何どんなやつかにもよるよね。なんかね、ピエンピエン、なんていうの、なんかね、ちょっとね、まだ、どういうセーラー服かな。あの水色セーラー、水色セーラー服、水色セーラー、なんかね、ハイソックスだったらいいんだけどね、なんかね、普通の制服っぽいやつになんか白のくるぶし丈の靴下で三つ編みはもう100やらない、ゼロ、それはゼロソックスで紺色で膝上スカートのセーラーだったらまだありえるかな。いっそのことヘッドだ、母ちゃん、ブレザーとセーラー服どっちが好き。ものによるそれ中学生みたいやんでしょ、だから絶対やんないの、わかる言ってることリボンが白ならセーラー服の色は黒でも水、リボンが白ならセーラー服の色は黒でも水色でも受けるんだけどなんそのリボンが白ってこだわってんの。今でも着た衣装でお気に入り衣装ある、今までで着た衣装でお気に入り、あれ結構好きだったね、なんだっけ、総選挙で歌ったやつ、絵が好きです、だって背ラックって人気あるんだね。紺のソックスだったら可愛いよね、マンボ、誰も答えない総選挙で歌った曲、カフタルのセラフ、学ランに合いそう、なんとか、あでもあれ身長があったよね、かっこいいけどね、身長低いかな。マンボ好きなの、マンボって何なんかかっこいいやつ忘れちゃった、靴下は白派です、まあ白でもいいけど、あのハイソックスだったらかわいいよねっていう。サルサ好きになって、髪の毛もセーラー服もズブレの状態みたい、結構マニアックですね。あグリーンフラッシュ、そうそれ、グリーンフラッシュの時の衣装はかっこよかったな。この間の LINE ライブ、ひなのんたるがおきちゃんより頭一つ背が低かったっけ、あ、おきちゃんより頭一つそんな変わるかな、6センチぐらい違うかな、おきちゃんとは。総選挙ってグリーンクラッシュ、やった、総選挙でしか着なかった。あ、惜しい席ありましたね、今年ないから残念ですよね、だからね、あれはここで出遅れました、こんばんは。妹セソラ服をで泳ぐ試合してほしい、絶対ないな、絶対ないと思うよ。まあ結論からカホちゃんは何着ても可愛いよ、カホテル握手会完売ですか、はい、総選挙はいつもテレビで
見ていましたよ。残念。来月カードにやってて、おー、やった1年記念、イエーイ。違う星席でした。じゃあ今度あったらカホの席に来てね。ヨロピコ、この前の再販、母ちゃんの誕生日までだから決済忘れ、あ、まだ決済あれなんだね。この前の再販、母ちゃんの、え、6月1日そうなんだ。なんかもう住んでるのかと思ってた。決済前髪切った気のせいかな。あ、でもちょっと切った。ナイス。総選挙やったら母ちゃん席ね、ありがとう。来年ですけどね、もう総選挙あるかわかんないですけど。やることがいっぱいだ。総選挙に変わるイベントがあれじゃなかったのかな。なんかライブあったじゃないですか、春フェスかな。カホタルの季節ですね。川辺にいっぱいホタルが出てくるね。ホタル見たいな。この配信が終わったら掲載します。ありがとう。これからも可愛いカフタリいっぱい見てくる。もちろん。あ、でもね、あれだよね、なんだっけな、あ、なんだっけ、 TIFF? 東京アイドルフェスティバル、東京アイドル、 東京アイドルフェスティバル、アイドル TID かが TIFF か、それ、東京アイドルフェスティバル TIF TIFF。 あ、おかえり、よく戻ってきた。よしよし。TIFF や TIFF。 D はアイドルのドルですよ。ガチャありがとう。今年 TIFF 出るねって公式サイトで更新してたよね。ありがたこう。できなくなった。今年も TIFF 出ますよ、出演決定、やったー。命も歌もあるし、ありがたこう。そう、あれがアイドルがいっぱい出るイベント、そうそうです、東京アイドルフェスティバル、その名の通り。唇ぼつい。何10万チケットって。ティフがディフと聞こえる。ティフ。プルルルル。
明日生誕祭のチケットどうす、お金曜日か明日、ヘイヘイでした、ヘイヘイヘイクターヘイドクター、カーテル皆さんが公演当たりますように。ヘイドクター、お、うちのメーカーなんで、おめでとうおめでとう。カーテルの生誕しか申し込まなかった、当たるといいな、みんなが。てか明後日誕生日って感じがしないな、いつもより全然。え、でもね、結構明後日でも楽しみなんだよね。何が楽しみってちょっとあるお仕事があって、それが楽しみ。8日の昼間の社員が公開初日ね。でもさ、あいちゃんから聞いたんだけどさ、なんかあの「めっちゃ踊りにくい」って言ってた、衣装が。そう、なんかそれがね、なんかなんだっけな、ダークネスの時もさ、ダークネスの時も結構戻りはできてたんだけど、すごい動かす時に服にバッサバッサ、こう服がかぶってこう動けなかったとかあったから、やっぱ衣装を着て練習したいんだけどね。まあまあそれは無理だったから、もう本当に戻りぐらい。そう、あとヒールだしね、ヒールが結構難しいみたいで。ヒールがめっちゃ難しいみたい。それがちょっと怖いんだよな。ヒールのダンス、そう、結構あれ難しいって言ってた。これでこけないでね、ヒールは足痛くなりそう。ヒールでダンス、ヒールでダンスするんだっけ。それがちょっと怖いな。ありがとう、髪型変えにありがとう。天気悪そうだから船、マジ。そう、船もね、あとちょっと揺れるとヒールは踊りにくいって言ってた。ありがとう、たのっち初めて見たから。そう、めっちゃ靴飛ばしたんですよ。タララ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 ラで、ビョーンって靴飛んだ。おめでとう、ありがとう。カホタルです、こんにちは。昨日見に行ったんだ、船酔いはね、する。船酔いする、しない人が怖いわえ、しないのって、しないと思ってても結構揺れる。そのめっちゃひどいわけでもないけどね、普通に酔うかな。
どっちかというと客席寒いですな。あ、客席寒いんだって。確かに。早く大人になりたい。カハトルみたいに輝けなくても大人になりたい。全然輝いてるのかな。当たったら500円の水買うね。いやいや寝ないでくれ。それよりクーラーがだんガンガン効いてるのが寒いらしい。好きな食べ物はお寿司。地面に入れていて酔い止め飲んでもう酔いかけた。で真ん中より後ろステージが見にくい。段差がないから。ああね、寒いらしいよ。みんな船酔いには強いと思う。自信ある。マジ500円の水と500円のアイス食べた。いやいや、めっちゃ500円強調するじゃん。ありがとうございます。早く STU の500円の水買いたい。てか500円の水って高くない？めっちゃ500円ってさあ強調するじゃん。さあちょうどいい。寒くて上の空調なんかあるんか数えてた。誕生日しょ。おやった。6月1日一緒。初見こんにちは。ハーゲンダッツより高い店。800円のうどん食べたよ。500円のふりかけ。ぶっちゃけふりかけなんちゃらいい。大量の水飲んで船に。500円ってことですね。1200円の水をいつも飲んでるから船は維持費がかかるんだなって。船ね、食べ物買えるから水。でもさ、ぶっちゃけあれです、瀬戸利はね、カホ結構好きなんですよね。だからぜひ皆さんも楽しんでくださいね。初見なのでこっそりとコメントしてみました。こっそりじゃなくてもいいですよ。ぶち毛が新しいです。なんとかな。来月の公演入りたいね。当たるといい。みんなが歌っていうよりダンスが好きかな。なんとか公演入りたいな。主権さんありがとうございます。ありがとうございます。料理が濃いすぎて水を買える。そんな水売る。ぜひ船に行きたいな。カフトロー氏です。せーの CD 当たったポーチにしたらガフダルに当たった。おやったー。せっかく上着持ってたのに荷物に預けちゃった。どんまい。でも考えるとライブハウスのドリンクチケットでお酒じゃなくて水にしたみたいなもの。船の天然水。いや、お通しだと思ってくれたら。だってさ、なんか居酒屋とか行くじゃないですか。でさ、そうなるとお通しってめっちゃ高くないってめっちゃ思うんですよ。お通しでどんだけ取るねんみたいな、まあそんな感じかな。デッキからの眺めは最高でそう。デッキからの眺めは最高だよ。席に座るだけでめちゃお金かかるみたいな。お通しいる。お通しね、わかる。そうか、お通しと思えばいいな。え、そう考えると500円は多分安いよ。そろそろお風呂入る。またね。ありがとう。やったる。初めての船は雨だったからね。気が、あー、それつらい。カンタ
なら居酒屋行くんだね。居酒屋行くよ。居酒屋行くよ。なんか美味しいお寿司屋さんに入ったら居酒屋だったとかそういう感じかな。食べ物につられて入ったら、なんか居酒屋さんって美味しいじゃないですか。居酒屋では何飲むの？何飲む？お酒か。何飲むだろうね。いやでも大体なんかマネージャーさんとかと行くからよくわかんないな。居酒屋一人で行ったことある？一人では行かないから、一人で行って高くない？なんかそれマネージャーさんっていうか大人の方と行きますね。私はビール。 AKB メンバーで話したことある人は？って昨日カルピス何読めんかった。カートラはビールより日本酒のイメージがある。なぜか日本酒のイメージがある。なぜか謎。私はビールも好きだけどね。お酒の仕事があったら全然やりたいですけど。汁なし担々麺とビールとかもそれはあんまりかな。お酒強いの、そんなガバガバ飲んだことがないからかな。居酒屋で母ちゃん見かけたら何も言わずに払っとくね。ちょっと困る、それ困る困る、びっくりする。飲めるってことね。わかんない。最初の人から聞いた。お酒飲むと顔赤くなる？多分ならない。牛丼とビール、牛丼とビールもしない。酔ってるか働くとか絶対忘れわいわいエネルギーとかに人権なしってこともないでしょ。酒苦手だけど居酒屋メニュー大好きで。わかる。てかさ、普通に美味しいお店が居酒屋ってこと多いですよね。なんか居酒屋っていうとなんかまああれなのかな、アイドルあんまり言わない居酒屋って。じゃあなんて言ったらいいんだろうねって思うんだけど。だってファミレスとかもあんま行かないもんね。カフェ？カフェはさ、ランチというかすごい3時のおやつっていうイメージが。ラウンジ？ラウンジのがちょっとあれでしょ。居酒屋は居酒屋でいいよ。あ、そうなんだ。一応二十歳超えてるしね。一人居酒屋はね、したことがない。寿司とビール、お寿司とビール、ビールとお寿司一緒に飲むとね、なんかな、生臭くなるんだよ。一人でバーには、はい行ったことありますとか言ったらさ、おかしいでしょ。俺はいつもカートラの握手会でも緊張するけど、酔ってるカートラ絶対緊張するでしょ。ああそう、サワー好きかな。サワーちょっと好きじゃないかも。
揚げたもみまんじゅうとやったことがない。あちらのお客様から言われてみたい。日本酒母ちゃん飲める？日本酒、日本酒唐揚げとビール、あー合いそう。朝健康診断だから飲めない。日本酒絶対好きでしょ。日本酒って濃いよね。たこ焼きにビールがあるし。水晶鍋食べたことない。何それ。ワイン飲む。なんかね、誕生日、二十歳の誕生日にワインを飲んだ。ハルルに連れてもらって、なんか美味しいイタリアンだよ、イタリアンに行ったんですよ。ピザとワイン。行きつけのお寿司屋さんでお酒飲むの。行きつけのお寿司屋さんでお酒飲むの、あ、ほんま飲む。だからそのお寿司でお酒、ビールは飲め臭いからね。日本酒多分飲めないし。ワインイタリアン、おしゃれ。はてなはてな。寿司焼き、ワインが一番好きかな。あんまりお酒飲まない。餃子とビールの組み合わせはどう？いや、いいんじゃないですか。よくわかんないけど、イタリアンと言いつつサイゼリアだったら面白い。いや、なんかピザ屋さん、いや、ピザ屋、パスタみたいな、ピザとパスタみたいな。日本酒のイメージある？嘘でしょ。さっきまでと言ってることのギャップ半端なくない？セーラー服に三つ編み噛みたいみたいな。一方、赤蛍って日本酒に合いそうだよねみたいな。いや、どういうキャラですか、どういうイメージですかって。好きなお店はイタリアンなんだね。言ってない言ってない。好きなお店イタリアン、言ってない言ってない。誕生日の日に行ったよって、連れてってもらったよって。まあ、つまりはどっちでも行けるってことだよね。17変化や。味方、声が日本酒飲んでるイメージなのかもしれません。ウケるんだけど。あ、で顔は童顔ってこと。そう、エアンジマン美容室チーヘンゲーミーコート。まあ20代前半どっちにも転ぶってことだよ。あー、まあね。いや、でもそうだけどさ、結構大人っぽい子多いからね。日本酒が匂う声って初めて聞いた。いや、初めて言われた。明日も朝が早いのでか、ぶーちゃんおやすみ、ありがとう。一足先に誕生日ありがとう。母ちゃんが大きい。ギャー、カータル着物似合いそう。なんかクーカに似てる。クーカちゃん似てる？本当？反論があればどうぞ。何何何何何に対して
最近セラビスしてるしてる。ありがとう。三つ編みセーラー服の似合う、顔の日本酒が似合う、顔の日本酒が合う声の持ち主やばマジ、どっち求められてるのって感じだけど、確実に三つ編みセーラーをやらないかな一瞬見てくるかじゃん。ほんま好きなおつまみありますか。おつまみ、わからん。おつまみ日本酒飲んだことない。どっちもキャラ渋滞、ほんまにキャラ渋滞してる。そんなにキャラ濃い人じゃないんですけどね昨日ありがとうございました。あ、ありがとう。キャラ渋滞、みんな同じように見える年になりました。みんな同じように見える年になりましたガタルです。居酒屋で必ず注文、読めん漢字が、そして必ず注文する、分からん好きなおつまみ、何好きなおつまみって分からん。何が好きだろうね、てか何食べてるかな。あ、でもねあれが好きかな、サラミ。どういうキャラで言いたかったの？どういうキャラがいいかな？ローンナクニャンニャンでカシューナッツとアーモンドのミックスナッツとか手が止まらんやばいやばい。カータルはエイヒレのエイヒレナブリと日本酒のゲームになります。さらに皆さん、カータルのショールームで時間を忘れさせるね。ありがとう。地酒がうまいです。タコワサとか食べないの？タコワサ、好きだけどね。こんばんは。他の一夜干しどんなんだろう。俺をおつまみに例えると何ですか。おつまみに例えると、でもそのおつまみに例えると難しくない。おつまみそんな詳しくないか分かんないけどね。おつまみに例えると何だろうね。なんだろう、つねピーだってかきピーみたいな言い方じゃん。チーズ、チーズは嫌い。え、でもねイカ最近硬くて食べれないんですよ。なんで柔らかいイカがいいな。何が好きかな、おつまみ。でもなんかね明太マヨは好き。てかなんかそのおつまみって言われるとちょっとわからない、何が合うか。そんなにだからね、あれでこうご飯のお供だと、なんかご飯に合うものだとね明太マヨなんですよ。
っぱご飯の音もすっごい美味しかったんですよね。明太子買って、そうめっちゃ美味しかった。もう一回やりたいな。明太マヨって言っても自分で作るんですよ。明太子とマヨネーズみたいな。あれは強烈。あとね、梅干しも好き。割合はコンビニで売ってる明太子を白ご飯のホクホクの白ご飯の上にかけのマヨネーズビューグーってかけるやつが好き。これで食べたくなったでしょ。電車で帰ってるそこのあなた、これで今夜はコンビニに走る明太子を買うはずです。ヒッ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 。マヤビーブ明日健康診断なんですけど、一日じゃ変わりません。日々の努力が健康診断につながるのです。チョコ買って帰るけど、今更ジュースやめました。無糖です。この時間にハーモコリでみんなは明太子を買うんだ。いいの、ご飯も食べたいの。けど我慢しよ。福屋の明太子美味しいよね。明太パーク行くしかないですよ。明太パーク、いやあのね、福岡の明太子めっちゃ美味しいよ本当に。明太子大好きなんだよね。高いからね、ちょっとなかなか手出せずにはいるんですけど。明太子はお土産にすると保存あれ読めん。何そのみんな健康診断健康診断って。カホもやりたいんだけど健康診断。タンモトポンチリセセリなんてなんだっけ。あーすごい、10年がなくなりそう。終わろうかな、ちょっとそろそろ。シーンを読んで、10歳ロベルト、12位デミタルマン、11位スネイタル、10位ラウトくん、2位カズノリさん、8位リョンくん、7位セイちゃん、6位ケンちゃん、5位アクアーさん、4位シダタル、3位サイゾウさん、2位ユイチさん、1位ガチャ、ありがとうございます。お、1位ガチャありがとう。ちょっともうすぐ誕生日。
かったらルームフォローしてってください。そして明日がですね、スチューデンツがあるのでぜひ見てくださいね。はい、いつか妹も出ますのでよかったら妹も見てね。これぐらいかな、宣伝することは。あ、23時から7並べカフもやります。23時から7並べしますのでぜひ対戦よろしくお願いします。6月1日は、7並べのなんかイベントがあるっぽいので皆さん一緒に頑張りましょう。何かがあるみたいなんでね、頑張りましょう。そして6月2日はそうでね、今治がありますよ。今治のミニライブがあるので皆さん来てくれる方はぜひ一緒に盛り上がりましょう。そしてそう、再販の決済が6月1日までということで、皆さんおかげでですね、6の6、本当に全部完売しております。今のところですが、よかったら再販じゃない、何、あ、決済忘れてる方は皆さんの愛を無駄にしないためにも気をつけてください。危険が迫っております。乾杯、ありがとうございます。あ、スクショタイムはじゃあもうこのバラを使っちゃいます。イエイ。ちょっとバラ持ってみたい、バラじゃない、アジサイ持ってちょっと決めポーズをしちゃいます。ナイスバラ、アジサイや。もう再販終わってるんだよね、申し込み期間は。なのでまた次の申し込みがあるときにぜひお願いします。青いバラ、バラじゃないよ、ということで終わりますね。バイバイ。あじさいや。バイバイ。バイバイ。3、2、1、バイバイ。23時7並べで会いましょう。では。